ケビン・ルドルフとはアメリカ合衆国ニューヨーク州マンハッタン出身のロックシンガーである。彼の代表曲とも言えるレッド・イット・ロックの大ヒットで一躍スターになった。現在はリル・ウェーン等のラッパーが所属するキャッシュマネーレコーズと契約を結んでおり、これまでに数多くの楽曲にギタリストとして参加している。2007年に入ると、 活発的にソロ活動を行うようになったが、単にロックサウンドを追求したものではなく、ヒップホップとロックミュージックを絶妙にブレンドした、いわばミクスチャーロックに近い音楽性の楽曲が彼の持ち味である。ニューヨーク州で生まれ、彼の母は歌手を制御としていた。幼かった、彼は様々なジャンルの音楽に親しみながら育ち、12歳になると、 初めてギターを手にするようになる。そんなある時、キーボードとパソコンを購入したことで、音楽のプロデュース業に興味を持つようになった。その後、本格的に音楽プロデューサーへの道を目指すようになるが、ある日、エンジニアのジミー・ダグラス。ジミー・ダグラスに、その類稀まれな才能を見出され、大物プロデューサーのティンバランドへ紹介されたことから、 一気に夢は現実へと近づくこととなる。そして2003年になると、女性ラッパー、リル・キムのヒットシングルザ・ジャンパフに、初めて、ギタリストとして楽曲に参加することとなる。その後も、数多くの楽曲に参加し、着実に、知名度を上げていった。2007年に入ると、本格的に、ソロ活動を開始。大手メジャーのキャッシュマネーレコーズと契約を結び、 2008年11月24日に、ファーストアルバム、インザシティをリリース。すると、このアルバムからの先行シングル、レッド・イット・ロックが、シングルチャートにて5位をマークし、その後もロングヒットを記録。見事プラチナムソングに認定されている。2010年6月15日、セカンドアルバム、ツー・ザ・スカイをリリース。全米ビルボード200にて、 初登場78位を記録。また、このアルバムからは、シングル、I made it がヒットを記録した。ありがとうございます。